次負けたらもう最後やぞっていう、ロッカーにグローブを置いたりとか、一つ一つの動作を、あ、これが最後になるのかなって。覚悟の末に手繰り寄せた夢、 K-1 スーパーライト級王者山崎秀明35歳。俺もああなりたいって小さながらにやっぱ思ってたベルトなんで。 K-1 王者を夢見て2008年、21歳で上京。しかし目指してきた K-1 が突然の消滅。それでも腐ることなくクラッシュを舞台に豪快な KO を連発。26歳で王者へと上り詰めた。まあ、クラッシュの舞台でチャンピオンになるっていうことを、まず実現するっていうのが、まあ、最優先でしたし、まあ、そこで頑張った結果、周り巡って新設 K-1 っていうのができたんで。走り続けたことで再び夢へとつながった。2014年27歳の時 K-1 が復活。その旗揚げ戦のスーパーライト級世界トーナメントに抜擢。そう、夢はすぐそこにあった。しかし待ち受けていたのは苦難の連続だった。その後も2度のチャンスを逃し、あ、ちょっと聞いたかもしれない、怪我にも泣かされ夢に届かない日々。いや、もちろん悔しいですよ、はい、まあでも悔しいから取れるとか頑張ったから取れるとかって話じゃないんで、まあ本当、うん、まあ結果が全てです。夢は夢で終わってしまうのか。まあ、やっぱり結果が全てなんでね、ちょっと今後はしっかり考えて考えていきたいと思います。まあもう終わったなというか、まあ、ここが潮時かなっていうふうには思いましたね。諦めようかとも思った。でもまあ本当周りのおかげというか、まあ、お前がやり続ける限りは、まあ、俺らどこまでもついていくからっつって、自分一人じゃやっぱりこう再起できなかったですし、もう自分だけの夢じゃない。だからもう一度だけ。次負けたら本当にもう最後やぞっていう自分に言い聞かせながらライブもやってましたし、そこからの一戦一戦は本当に限界突破というか、まあ覚悟ですよね本当に。もういい試合はいらない、結果が全て、ベルトが全て。33歳と7ヶ月の挑戦、山崎秀明。負けたら最後、もうこれで引退しようと思ってました。僕の全てをかけて戦いましたね。
死ぬ瞬間でもね、あのベルト取った日のことを思い出して死んでいくんじゃないかな。やっぱりこれは俺が人生かけて、取ったベルトかなとは思いますね。人生をかけて掴み取った夢だから、人生をかけて守り続ける。このベルトが山崎秀明、まあ、自分自身をこう、まあ、一つ証明できるものなんで、まあ、絶対に渡したくないっていう気持ちはありますし、まあ、とにかく負けたくない、誰にも負けたくない、うん、まあ俺のプライドかな。ちょっとこの勢いに乗っかってしまっています。うわー、聞いてたんだ。次ベルト取られた時っていうのは僕の引退の時かなとは思って、常に練習も試合もしてるんで、これからの全試合もそうですけどね、自分の人生全てをかけてこの K-1 のリングに僕は一戦一戦立ちます。K-1 のベルトを取るために戻ってきたんで、夢への道のり、その全てが必然。挑戦者大和哲也34歳。一旦はこの K-1 の世界王者っていう夢は途絶えたわけじゃないですか。もう諦めたんですよ。12年前の代々木第一体育館、 K-1 のリングで初めて開催された軽量級の日本トーナメント。実力者が出揃ったこのトーナメントを22歳で制し、日本最強に。次なる夢は K-1 世界王者。しかしその矢先、K-1 が消滅、夢を失った。失望感というか、これからどうすればいいんだろうっていう、まあ、それだけこう K-1 という舞台に夢を馳せていたので。その後は肘張りの明太に主戦場を移し、次々とタイトルを獲得、世界の頂点をも手にした。ただその一方で、夢への道が再び開かれていた。もう明太に行ったんだからっていう自負もあったんですけど、やっぱりでも哲也の姿を新生K-1で見たいっていう声が、まあ身近なところからもそうですし、ファンの方からもすごく声をかけられて、そういったものを僕のやっぱ心を動かしてくれて、旧 K-1 王者としての定めなんじゃないかな。引き寄せられるかのように夢の続きへ。2017年、29歳で新生 K-1 に初参戦、夢をつかみに戻ってきた。諦めてはいたけど縁は切れてなかったっていうか、こうなんかなるべくしなっている、人生全て必然、全てに感謝。一撃筆頭の拳で初参戦から2戦連続 KO 勝利。そして回り回ってついに夢に挑んだ。力入ってないですもんね。2014年とは違う。目の前にはあった、でも届かなかった。
そして夢は遠のく一方に。自分の中で今までは勝って当たり前、ベルト前で当たり前でやってきたんですよ。こんなに手が届かなかったベルトは今の K1 だけなんですよ。2回ベルト挑戦して取れなかったと経験がなかったんで、まあもう自分ダメなのかなと思ったりして、だんだんその辺からこう負けをた時に、さあ次だって思えなくなってきた自分がいて。ちょっとまあ休んで今後のことも考えます。はい、まあここで言う試合しかできないならちょっと先はないかなと思ってます。ちょっと冷静に考えないとな。一度は失った夢、その続きを歩み出し、気づけば12年。それでもまだやっぱり K-1 に出ると欲しいですもん。どこまで行っても目的はチャンピオンになることなんで、そして僕はなると決めてるんで、ベルトを巻くっていう、チャンピオンになるっていう思いがあったからこそ来れましたね。今までいろんなことが相まって、自分は本当に導かれてると思ってるので、この K-1 の世界タイトルに。悪あがきと言われるかもしれない、でもそれが夢への唯一の通り道。人生ね、本当何があるか分かんないんですよ。でも腹くぐって、人は腹くぐって行動すれば絶対に結果が出ると。諦めなければ本当に実現できると思うし、絶対こうなるときならそうなるまでし続けるタイプなので。そして三度巡ってきた夢への挑戦は、かつて輝いたあの時のあの場所で、いろんな歯車が動き続けて今回のタイトルマッチになったと思うんで、全てに意味があって今につながってるんで、人生は全て必然で全てに感謝。今までの山本哲也としてのストーリーの集大成を見せる時だと僕は思ってるので。夢への道のり、その全てが必然。いろんなものを含めて今回は本当にラストチャンスだと思ってるので、しっかり勝ってベルトを巻いて、山本哲也の生き様を残したいなと思います。怒りで満ち溢れてましたけど、日本トーナメントで優勝して、じゃあこれから狙うは世界だろう。目指すものがなくなってしまった。どこにこう目標を掲げて、やればいいのか。
舞台があったらなっていうふうに思ってた選手たちがいたから今の K-1 が始まったと思ってますし、僕の中ではあの時の63キロの続きがあの今の K-1 の原点になってるんじゃないかなと。山崎選手、本当にこう体を張って満身創痍になりながら K-1 のリングで戦ってくれて、で大和選手も K-1 のベルトをまた取りたいっていう思いで戻ってきてですね、ちょっとすみません、感極まってしまいました。選手冥利に尽きるというか、だからこそ皆さんが思っている以上の試合を見せたい。またね、試合終わった時はね、あれ以上の涙を中村プロデューサーに流させたい。やるかやられるかの、まあ、一瞬で決まると思うので、会場がワッと沸くような試合をお見せしたいと思ってます。負けることがこう全てを失うということになると思うんで、まあそれがでも格闘技の醍醐味ですよね。勝ったやつが全部持っていくっていう。言葉じゃなくてリングで向き合って会話したいな。言葉はいらないですから、まあリングではっきり分からせましょう。ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチ、王者山崎秀明 VS 挑戦者大和哲也。